はっきり言うぞ、レイア、エリス、それは甘すぎる。甘すぎて気持ち悪くなっちゃうわ。甘くたっていいじゃない。何が悪いんですか？分かっているはずだ。後で必ず後悔することになる。一時の気持ちよさに流されてるだけなんじゃない？それもあるのは認めるけど、ラダガーも甘いのはダメだと思いますか？さすが料理人。そう、甘いだけでは甘さは引き立たない。だからこそ私は塩をかけたスイカの甘みこそベストだと主張するのだ。そうそう、フルーツの自然でシンプルな甘さが一番よね。なのにレイヤーたちってば、フルーツにはプリンやアイスを盛りたいって。だって女子の夢でしょ。ストレスと戦う働く女性には糖分という名の剣が必要なんだよ。その剣はすぐに重い鎧に変わるぞ。それは十分わかってるけども。とルドガーに何かデザート作ってもらいたいなって話してたのよ。そういうわけだ。スイカを切ってくれ、ルドガー。はあ、